衛星写真から作った南極の合成写真1981年から2007年にかけての南極表面における温度の傾向。赤いほど厚く、青いほど寒くなってきている。衛星データにより作成。表面の温度の傾向と気温の傾向は常に連動するわけではない。南極表彰は地球上に2つあるポーラーアイスパックスのうちの1つ。 南極大陸の98%を覆う氷床で、地球で一番大きい一個の氷の塊である。面積はおよそ1400万平方キロメートル、体積は3000万キロ立方メートル、地球上にある淡水のうちおよそ61%を占める。東南極では、氷床は大きな陸海に乗っているが、 西南極では乗っている岩盤は海面下2500メートルよりも深いところにある。ここ50年の間、西南極表彰は10年ごとにおよそ0.1度以上温暖化していて、冬と春が特に最も強い。東南極には秋に寒冷化する傾向も見られるが、大陸全体では温暖化が進んでいる。2002年に、 ナサが1979年から1999年までの衛星データを分析し、南極において氷が増えている地域の方が氷が減っている地域よりも多く、およそ2、1の割合であると報告した。会議論の中には、この傾向がそのまま続くと、地球温暖化によりむしろ南極の氷床が育つとの主張もあった。しかし最近の観測では、 南極の氷の総量は減少し始めている。2008年の報告では、海岸沿いでの氷の速度と、厚さを測って氷床から出ていく氷の量を調べ、大陸全体に積もった雪の量と比べたところ、東南極氷床はバランスが取れているが、西南極氷床はバランスが取れておらず、氷が減っていることが分かった。原因は、パイン島氷河などの氷流が加速したことによる。 さらに2009年には安定していると見られていた東南極表彰でも氷量の減少が確認され懸念が一層高まっている。IPCC 第4次評価報告書では海面上昇量の予測値としてこうした表彰や氷河の誘拐速度の変化を除外した値しか記載していない。しかし最新の報告では今世紀中の海面上昇量が1から2メートルを超える。 可能性が複数のグループによって指摘されている。ありがとうございます。